うーし、アルテマンです。さあ、オクトパストラベラー大陸の覇者 1.5 周年祭来ております。今日はたくさん成果の導きやっていきます。まずは無料10連からいきます。さあ、果たして何か来るのか。なるほど、なんか来てー。さあ、おお、これは、この演出は何か来る。なんだ、北が補助庫確定。さあ、なんだ、私の出番ね。ん、誰だ。あー、カルドナさんだ。最高の仕立て屋よ。あ、また来る。踊らせてもらおうかしら。あ、プリムロゼだ。私は己を信じ、よーしよしよしよし。プリムロゼとカルドナか。おー、素晴らしい。これ持ってなかったんですよね。へえ、あんた面白い格好してるじゃん。物語を感じるいい服だよ。人生の主役は自分自身。自分だけの服で冒険しなきゃ損よね。私は仕立て屋のカルドナ。この人は強いのか。あんたの旅に連れてってくれない？わかんないですけど。さあ、ひとまずね、プリモロセとカルドナが当たりましたと。さあ、あとはたくさんね、ルビーが配布されてますので、さあ、この追憶の覇者、誰か出てほしい。誰かお願いします。さあ、まず、あ、これは残念な感じ。あ、違う、なんか来た。ヘルミニアだ。さあ、次はどなたがしつけてほしいのかしら。ヘルミニアさん来ちゃったよ。わーお、ヘルミニアか。あ、演出が、追憶の覇者。おお、まがまがしいな。聖火の導き、綺麗なことだね。ヘドが出そうな空だ。私はヘルミニア、あなたに巨万の富を約束しましょう。その代わり相応の対価を払っていただきます。あなたの身も心も魂も。なんかラースとキャラ被ってるな。さあ、ヘルミニアが来ました。さあ、あと2回かな。さあ、果たしてどうか。ちょっと残念な感じですかね。星4ですかね。あー、残念。さあ、最後、最後最後最後。さあ、どうだ。お、あ、マーベラス、マーベラス来たー。アーギュストだー。開演だ、開演だ、来たー。
あ、オルベリック、オルベリックも来てんだけど。アーギュスト来たー。マジで？マジで行ってんの？すげえ。見ましょう。聖火に導かれたこの私はなんと刺激的な滑稽なことか。いいな。私はアーギュスト、劇作家だが望みとあらば舞台にも立とう。共に紡ごうではないか。唯一にして至高の物語を。いいね。来た来た来た。一番欲しいやつ来た。マーベラス来た。やったね。え、めっちゃ出ましたね、今回。カルドナ、プリムロゼ、ヘルミニア、アーギュスト。いやー、すげえすげえ。来ましたね。ちょっと見てみましょうか、ステータスの方。ヘルミニア、もうカルドナ、俺カルドナって知らないんですよね。カルドナも強いんですかね。これはね、ちょっとカルドナさん後で見るとしてね、ちょっとアーギストさん導けたのは大きいですね。これすごいな。え、劇作家、熟練劇作家。あ、すごいね。大陸一の劇作家だって。すごい、ここ変わってんだね。へえ、投稿誌のね、投稿誌エベルの、ね、鍵詰めじゃなくて、これね、なんて読むんでしょうかね。ね、もし分かったらコメントで教えてください。あ、トリプルビート。まあ、この辺はね、まあ、VTT のね、あれがありましたんでね、まあ、それをね、ご参照いただきたいんですが、これすごいね、本とさ、探検の教科までついてるんですね。うわー、すげえな、これ。巨像の刃、あとね、なんか、情熱、劇場でしたっけ？劇場状態になるんですよね。ということでね、配布のね、やつで引いた結果、ポリモロゼもね、まあ、一突だったかな。ただ最近ね、あんまりポリモロゼ使ってなかったんで、あれなんですけど、ポリモロゼが一突になって、カルドナさんが出て、で、なんと、ね、ヘルミニアと、アーゲスト。で、タイタスはちょっと出てないですけどね。まあ、それはまたいずれということで、ね、そんな結果になりました。やりました。めっちゃ出たんじゃないかと思います。ね。ということで、まあ、大陸魔覇者もね、たくさんやっていければと思いますので、ぜひともね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは皆様、グッドラック。